小橋工業は、岡山市に本社を置く、農業機械メーカーである。1910年創業。R&I 中堅企業格付けで、AAA を取得1910年10月、岡山県小島郡郷、よけ村大技中宗684番地で、創業者、小橋勝平が家冶屋を開業。1960年9月、小橋工業株式会社を設立。 1964年、大型トラクター用ロータリーを開発。1980年、小橋照久社長が王珠宝賞を受賞。2002年、サイバーハローを発売。2006年、ガーヤを発売。2007年6月30日、R&I 中堅企業格付けでプル a を取得。2008年、創造感を竣工。2011年、アースを発売。 2016年10月17日、社長交代による新体制が発足。2017年7月31日、緑虫の培養プールが完成し、稼働。2018年4月1日、東京都墨田区のセンターオブガレージに、研究開発拠点を開設5月8日、センサー付きの白化機器に加えて、専用のアプリを開発し、発売。 アグリホールディングスに出資。5月25日、カカキシーを開発する米カカキシー社との間で、資本業務提携を締結。ライナーハロー PLR241、無コーティング白カキ同時短水磁化巻実証試験、南ウ沼ールマシ・清水に下にご、ありがとうございます。